株式会社東海バスは、静岡県の伊豆地域を中心に、バス事業を行う小田急グループ、東海自動車の子会社である。静岡県伊東市に本社を置く、東海自動車のバス事業を担当する、事業会社である。従来東海自動車は、バス事業を直営で行ってきたが、地域の特性に合わせた、事業体制の構築を目的に、 1999年4月1日より、エリアごとに乗り合いバス事業を分社化した。また、1997年1月17日より一部を先行して移管していた貸し切りバス事業についても、同日全面的に新東海バスに移管した。分社化後は、数度の再編を経て5社6事業所体制で、バス事業を行ってきた。その後、事業エリア内の、 さらなる人口減少や少子高齢化が進み、厳しい経営環境下で、永続的な事業運営を行うには、バス事業の効率化や安全管理体制及び、営業所間の連携体制の強化が必要となった、ことから、2020年4月1日に分社化した、バス事業会社5社を合併により再統合し、株式会社東海バスの1社6営業所体制に改められた。 以下の営業所と案内所がある。すべて、静岡県に所在する。下記以外については、東海自動車直営時代に廃止された路線は、東海自動車路線、それ以降については、各営業所の記事を参照。東海自動車グループのバス車両の外接は、東海自動車車両、営業所ごとの詳細については、それぞれの記事を参照。 株式会社伊豆東海バスは、熱海、伊東地区を中心に、バス事業を行っていた小田急グループ、東海自動車の子会社である。本社を、静岡県伊東市を置き、陶器場の本店を、静岡県伊東市、渚町に置いていた。なお、法人格としては、株式会社東海バスとして、存続している。その他の旧会社については、対応する。 各営業所の記事を参照。ありがとうございます。